県内ではインフルエンザの患者が急増しています。小学校での学級閉鎖も相次いでいて、県は引き続き警報を出して感染予防を呼びかけています。県によりますと、県内39の定点医療機関からこの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は1572人で、前の週よりおよそ700人増加しました。患者数は、 年末年始に一度減少したものの、再び増え始め、現在は4週連続で増加しています。特に19歳以下の患者が9割以上を占めていて、直近の1週間で小学校の学級閉鎖・学年閉鎖が104件あったということです。また、これまで多かった A 型に変わり、先月から B 型の患者が急増し、現在はおよそ9割が B 型です。 一度 A 型に感染しても B 型に感染する可能性があり県は引き続き警報を出して感染予防を呼びかけています。